やーめーかよいどうも、はじめきゅうじゅうです。普通に水で顔洗ったらめちゃくちゃ乾燥してる。デカキンの動画でも見るかな。デカキンという名の警察のね、ヒカキンバージョン。デカキン、デカキンって言ったよね。デカキンがデブキンになってしまう。でもなんでデカキンかって、ヒカキンのカが合ってるからデカキンなんだろうけど、それがあれで警察のヒカキン。でも警察公務員だからな。元警察官のデカキンですって言ってね、真っ向から勝負していくせいないのかな。表裏一体指で弾くコインが空に舞う、僕は一体どっちの結末。いやー、ダイエット、ダイエットね。最近いろんな漫画見てるけど、俺痩せられないんだよ。わあ、はっはっはっはー。ダメージ食らって。クリボーにね。ちょっと何やってんだよ。なんで片手スマホでやってんだろう。いやー、俺ダイエットできないよ。もうね、こんだけダイエットしづらい人間大変だね。そもそも運動嫌いだし。運動してきてないし、外に出たくないわ。外に出る時間帯も、あのね、俺学生時間、あの学生がトラウマなんで、あのね、結びついてね、学生のジャージとか制服が見れないっていうのを思相まってね、俺が動ける時間って深夜か早朝なんですよ。でも早朝になったらよくわかんねえ、なんかさ、体育教師がさ、いたんで、超腹立ちました。俺が結構きね、嫌いな先生の、男性の中で一番、多分嫌いなね、まあ先生に多分あったけど、全くね、焦点を合わせないでね、スルーしたけど、絶対に、体育教師でしたね。嫌だな、あれあった時。すごい嫌だった。もうそれで俺散歩できないかもしれない。朝ジジイに会うんだよ。嫌じゃない？そんな。俺がさ、楽しく散歩してんのにさ。俺、早朝しか散歩できないんでね。あと別になんかね、やりたいことがないの？俺、家以外で。別に散歩しながら、喋りながら散歩していいっつうならやるけど、それはもう頭おかしい人じゃん。したいよ。俺も、ロケ的なね。なんかずっとブツブツ喋りながらさ、動画撮っていきたいけどさ、頭おかしい人になりたくないの。そのほんとね、外見までも中身までにしてほしいのよ。まあで、俺痩せれないよね。運動そもそも嫌いだし、普通になんかね、最近出るたびに、その部屋から出るたびにやってるんですよ。その出る場所にマシンを置いてね、ちょっとした足踏み機を置いたけどね、普通に膝がちょっと痛い。膝痛いよ。膝じゃない。なんだ、足首が痛いんだよ。膝痛くなるかなって思って、膝ばっかかばってたら足首痛くなった。やだね。俺めっちゃ太ってるからさ、痩せれないの。で、運動して痩せたくないし、そもそも今ね、超次元豚&ゴリラ、豚ゴリラみたいなの見てんだけど、ライオンマッシュアップができるほどのスペースが俺の部屋にない。あんなごちゃごちゃしたマガジン編集部でもできるのに、俺の部屋それよりもごちゃごちゃしてるっていうね、散らかってるんで相当ですよ。まあ、片付けなきゃいけないんですけど、片付けるのは俺一人じゃ片付けられないんですよ。俺片付けるのの、ま、逆プロなんで、汚すプロなんで。でもそもそも片付けって自分でやんないと片付けの習慣がつかないから、そのお母さんに任せっきりなのは絶対良くないんだよな。自分の身のためにならないし。あーはー、掃除したくねーよー、掃除したくねーよー。すごっ、変な声出た。あと髪の毛も俺切れない。ちゃんと鬱だよ俺。あと睡眠障害も始まってる。
まあ別にいいけど、ずっと寝たきりだから。なんかね、脳みそってよく3、4時間で起きるって言うじゃん。4時間くらいで起きるじゃん、起きてから。俺、起きてから体と脳みそがマッチしてんの。俺も体起きれねえの、3時間くらい。起きてから3時間起きれないんですよ。むちゃくちゃでしょ？一回目が覚めてから3時間体が動かない。眠くて。で、寝たら今はなんか大丈夫になってるけど、もうよくわかんねえよ、俺の体。今日な、本当になんか起きてる時間超少ないと思う。一日の半分寝てるから、もったいないよね。でも眠いんだもん。眠くてしょうがない。もう汚いわけが見えてる。もうちょっと汚かったね。え？あれなんか色変わり始めてないって。バレ始めてしまう、俺の脇が汚いことが。本当に汚いんだ。ふざけて言ってるわけじゃないんだ、この人ってね。そうなったらね、本当に好感度がね、落ちちゃうから。ねえよ、俺に好感度なんか誰も見てねえんだからよ。誰も見てねえようなもんだろって言ったらね、ファンがいなくなるんだよ。だからさ、ほんとコメントしてほしいよね。こんな底辺 YouTuber とさ、喋れる、まあ、人と話せることないんで、なんでコメントしないの？みんななんかな、効率ばっか考えやがってよ。つまんねえな。俺は人に切れますから、もう。でもなんかコメントするポイントがないのがいけないんだよ。やっぱコメント、でも一人だと共感できねえからさ、コメントがコメントを呼ぶわけよ。一人の人のコメントが次の人のコメントのハードルを下げるわけ。そういうもんですよ。あなたの一歩、大事です。あ、でも1コメとかそういうコメントはいりませんのでね。オリジナリティがないので、そういうの本当にやめていただきたい。まあでも、くれないよりはいいけどね、1コメって。でもめちゃくちゃ俺ムカつきますけど、嬉しい、まあ差し引きでめちゃくちゃ最悪ですけど、差し引いても俺は腹立ちますけど、でも嬉しいが、ねえ、あったっていうね。嬉しいの上に立ってる像みたいなんで、ないよりはマシかもしれん。眠て、頭痛て。めっちゃお尻かゆい。寝るわ。